おはようございます。47メタボ、メタボ47ですね。今日は2日目になります。今日は水ダンベルで、スクワットを行います。これはね、片っぽ 500g、500g なんですごく軽い感じですけども、昨日ね、5kg とあったんで10分の1ぐらいの負荷になります。これなんでするかと言いますと、あんまり気合を入れすぎると体を痛めるのかなと思ったんで、今日はね、多少の筋肉痛もあるということなんで、軽めにしていこうかなと思うんですよね。でこんな感じでスクワットを行います。よいしょ。もうね、これ2回やっただけで全身の汗が吹き出るような感じですね。で腰を痛めないようにするために、まっすぐあくまでも降りてふっと上げる。よいしょ。はい、もうかなりね汗ばんできました。では体重を測ってウエストを測りに行こうかと思います。ありがとうございました。